どうも、えー、薄い竜頭です。えー、今日はですね、えー、まあお知らせがありまして、動画を回しているんですが、そのお知らせとは一体何ということなんですけど、えーっとですね、またこの薄い竜頭チャンネルにて、えー、新企画がスタートいたします。はい、えー、まあ、久々の企画ということですけども、 でその企画は一体どんな企画なのということなんですけど、えー、その企画のタイトルがですね、弾、えー、き語っても一人という、えー、企画です。弾、えー、き語っても一人。まあ、あのー、咳をしても一人っていう、尾崎放斎さんの一句から引用した <laughs> 企画なんですけど、これ一体どんな企画なのってことなんですけど、まあ、あのー、僕が、 えー、ギター一本持って、ま、あのー、近くの公園で弾き語りの音源を取って、その音源をそのまま配信するといった企画になります。うん。近くの公園とかで、えー、弾き語りの音源を取って、ボイスレコーダーみたいなんで撮って、その音源を、えー、そのまま配信いたします。 なんでまあ、その、なんだろうな、車の音とか、え鳥の鳴き声とか、風の音とか、そういうのも、一切その、消したりとか、編集したりせずに、もうそのままの音を、そのまま、え配信しようといった企画になります。まあ、自然の音も、楽器の一部ということで <laughs>、うん。なかなか面白いんじゃないかってことで。 まあ僕自身もね、あのすごい散歩が結構好きで、まあ結構歩くんですけど僕は。うん。もう本当に休みの日なんか、まあ、びっくりすると思うんですけど、5万歩歩いてるんで、<laughs> めちゃくちゃ歩いてるんで、まああのー、まあその弾き語りの音源を取るのは、まあ近くの公園ですけどね、あんま遠くのとこまでは行かないんですけど、近くの公園とかで、 弾き語りの音源をとって、えー、それをそのまま配信しようということで。一応ですね、全部で5曲、えー、5曲、えー、やろうかなというふうに思ってます。うん。まあ、曲もある程度できてます。うん。はい。できてます。ある程度。<laughs> ということで、まあ、一体どういうふうになるのか。まあ、3月から4月にかけて、企画をやって、で、まあ、 形になったら、それをそのまま配信しようということで。うん。まあ結構、その、なんていうのかな。どうなるんでしょうか。<笑><笑>まあでも結構緩い企画なんでね、この企画は。うん。まああのー、お楽しみにということで。<laughs> どうなることやら。<laughs> まあ僕もすごい楽しみにしていますんで。ね。えー、全部で5曲。 ということですけども、まあ、弾き語りの音源を取って、それをそのまま配信ということで、皆さん、お楽しみにしててください。弾き語ってもう一人という企画。えー、お楽しみに。もう3月からスタートいたしますんでね、お願いいたします。ということで、薄井龍とからのお知らせでした。お楽しみに新企画を。さよなら。